長一さん、ご飯持ってきましたよ。その目、どうやって光らせてるんだ？火山発光です。ちょっと何を言ってるのかわからない。ベッドで拘束されている男の名は進藤丈一。どこにでもいる普通の高校2年生だ。というか、俺のことだ。そして、俺をベッドに縛り付けている張本人こそ目の前の彼女だ。はい、あーん。あつぁ！名前は九郎束ね。同い年で幼稚園の頃から付き合いのある幼馴染だ。あら、ごめんなさい。夫婦してあげますね。拘束を解いてくれないか。嫌です。なんで？丈一さんが私の気持ちを拒むからです。幼稚園の頃、束ねは他の子たちから嫌がらせを受けていたことがあった。その理由は、左と右で異なった色を持つ瞳、オッドアイだったからだ。とかく子供社会というのは単純明快で、自分たちと違う存在がいると排除しようとする。それも直接的な手段でだ。そんな折、助けたのが俺だった。タバネちゃん、あんな奴ら放っておいて、あっちで一緒に遊ぼう。王子様。ん？私の王子様。お？それがきっかけでよく遊ぶようになった。そんなこんなでタバネと仲良くなるまではいいが、そこからが問題だった。タバネはすっかり俺に依存してしまったのである。丈一くん、どこ行くの？トイレだけど。一緒に行く。え？トイレについてくるわ。丈一くん、他の子と遊ぶの？え、うん、そうだけど、束ねも一緒に遊ぼうよ。やだ、丈一くんと二人きりじゃないと。え？他の人を避けるわで、とにかく俺にべったりだった。束ねが俺に依存してると気づいてからは、彼女が自立できるように突き放してみたりしたこともあったのだが。愛してます、付き合ってください。つい先日告白されてしまった。ここでうなずいてしまったら、束ねは一生俺から離れられなくなる。依存して依存される関係、俺はそれが正しいとは思えなかった。だから、ごめん、それはできない。お前とは付き合えない。そうですか、束ね。それなら、私のことを愛してくれるまで愛してあげますね。で、気づいたら俺は束ねの部屋にいたわけである。俺の両親は海外出張中、束ねの両親は旅行中、おまけに学校は長期休み。つまり、誰も俺の不在には気づかない。終わった。丈一さん、こうして二人きりで過ごしていると、まるで同棲しているみたいですね。解放してくれ。ダメですよ、あなたは私の王子様なんですから。愛してくれるまで絶対に離しません。いいだろう。だが俺は絶対に折れない。お前を魔人間にするまでな。そういうところ好きですよ。こうして俺と束ねの戦いは始まったのである。それからというもの。はい、あーん。うまい、うまい。おいしいですか？ピーマンがなければな。好き嫌いはダメですよ。俺は束ねに海外しくお世話されていた。まあ、ベッドから動けないしな。どうですか、家庭的な女の子、好きになってくれますか？拘束さえしてなければな。その間も、なんとか真人間に戻そうと説得を試みているのだが。なあ、もうこんなことはやめよう、正気になるんだ。なんですか、狂気じゃダメなんですか？逆になんでいいと思った？丈一さんはまともになれと言いますが、まともじゃないといけないんですか？壊れていたらダメなんですか？ダメです。即答されてしまいました。ちょっとくらい言い淀んだりとか。そりゃみんないろんな経験して、その果てで壊れてしまう人だっているだろう。疲れ果てて動けない人もいるだろう。お前も辛い経験しているからな。それは理解しているつもりだ。だけど、
それを免罪符にして他人に依存したり寄りかかるのは間違っている。それが曲がり通ったら誰も自分の力で立ち上がれないじゃないか。時には人の手を借りたり支えてもらったりしなきゃならんだろう。でも寄りかかるのはダメだ。今のお前は俺に依存しきってる。それじゃ対等な意味で恋人にはなれないだろう。今こそ自分の力で立つ時なんじゃないか。嫌です。ダメか。そこそこいいことを言っているように聞こえましたが、ちょっと何を言ってるのか分かりませんでしたし。マジ？さっき一生懸命考えたのに。私一生丈一さんに寄りかかって生きていきたいので、別に対等の立場のお付き合いとかするつもりないです。それ紐って言うんだぜ。私将来は親のすねをかじって生きていきたいです。ゴミじゃん。はい、だからそれだと親に申し訳ないので、丈一さんのすねをかじらせてください。俺には申し訳なくないわけ？はい。即答されてしまった。はあ、束ねのことどうしたもんかな。このまま説得を続けても、果たして束ねを真人間にできるかと問われればそれは難しいだろう。束ねの意志は固い。俺としても束ねが辛い経験をしてきたのは分かっているし、受け入れてやりたい気持ちはある。だけど本当にそれでいいのだろうか。依存して依存される関係は正しいのだろうか。俺には分からない。というか束ね遅いな。そろそろご飯の時間だと思うんだが。お待たせ。束ね？おい、どうした束ね？やった。おい、大丈夫か？どうして拘束？ああ、お前痛くないようにって拘束を緩くしてたんじゃないか。だから簡単に解けたよ。そう、俺はいつでも逃げ出そうと思えば逃げ出せた。だが束ねを説得するいい機会だと思ってあえて拘束されたふりをしていた。まあ説得はできなかったわけだが。ったく、お前は昔から優しすぎるんだよ。開いた。これ、俺を拘束した仕返しな。これでチャラだ。幼稚園の頃から変わらないよな、お前は。俺がお前に嫌がらせをしていた連中に仕返ししようって言った時も、お前はそんなことしなくていいって言ったよな。それはだって、自分がされて嫌なことは相手にしちゃいけませんから。苦労束ねはすこぶる優しいやつだ。自分が経験したからこそ他人の痛みを理解し、他人に優しくできる。俺はお前のそういうところが好きだよ。ほら、とりあえず寝ておけ。はい。素直だな。いつもこんな感じならいいんだが、俺への異常な執着だけがこいつの短所だよな。しかし突然体調崩したな。腹出して寝てたのか。ここ最近あんまり寝てないんです。え？丈一さんのお世話しなくちゃってあんまり自分のことを考えていなかったと言いますか。バカかお前は。俺のお世話のために自分のことをおろそかにするとか普通逆だろ。でも私が丈一さんを拘束しているんだし、だったら責任持ってお世話しないとじゃないですか。そういう考え方ができるならまずは人のことを拘束しないようにしような。それは嫌です。ダメか。それに私のこと愛してほしかったから頑張らないとって。わかったわかった。とりあえず寝てろ。おかゆ作ってやるから。はい。そんなこんなで俺は体調を崩した束ねの看病をしてやることに。はい、おかゆ。あーん、あっつあっつ。あー、ごめん、わざと。好きです。なんで？ご飯を食べさせたりなんかしてほしいことあるか？汗を拭いてもらえませんか？え？ダメですか？背中だけな。背中だけならやってやる。前はダメなんですか？そこは自分でやりなさい。私、魅力ないですか？そういう問題じゃない。常識的に考えてダメだ。仕方ないですね。
じゃあ背中お願いします。こんな感じで背中を拭いてあげたりした。じゃあとはおとなしく寝てろな。あの、あ、どうして見捨てないんですか？丈一さん、私の看病なんてせずここから逃げてもいいはずなのに。俺たち幼馴染だろ。だったら看病するのは当たり前だ。今だけじゃないです。こんな丈一さんに依存している面倒な女にいつまでも粘着されたら嫌になって普通は見捨てるんじゃないですか？そんなことはしない。俺はお前を助けた。だったら最後まで面倒を見る。それが助けた者の責任だろ。その言い方だと私捨て犬とかと同じ扱いされてません？そうだよ。うなずかれてしまいました。助けたらあとは放置なんて無責任じゃないか。助けたら最後まで責任を持つ。それが俺の流儀だ。だから俺はお前が真人間になれるまで最後まで責任を持つ。途中で絶対に見捨てたりしないさ。丈一さん、まあ本当にそれが正しいことなのか今はちょっと揺れているところだが。そこまで言うんだったら付き合ってくれてもいいじゃないですか。お前が俺に依存してなければ俺だって付き合いたいと思ってるよ。そうなんですか？言っただろ、俺はお前のことが好きだって。でも今のまま付き合ってもそれはお互いにとって良くないからさ。そうですか。でも私は変われませんよ。だって私はもう丈一さんがいないとダメですから。そうか、もはや説得でどうにかできるレベルじゃないのか。そして彼女がこうなったのは他でもない俺自身にその原因の一端はあるはずだ。俺はどうすればいいのだろうか。やっと寝たか。寝るまで頭を撫でてほしいというから撫でていたのだが1時間くらい撫でさせられてしまった。腕が痛い。さてこれからどうするかな。俺のことも束ねのことも。私は捨てないって寝言か。それほどまでに俺のこと。そうだな、俺は束ねをこんな風にしてしまった責任をちゃんと果たすべきなのかもな。だったらやるべきことは一つだ。束ねの思いを叶えてあげよう。ありがとうございます。丈一さん、おかげですっかり元気になりました。そいつはよかったな。それじゃあ早速丈一さんをもう一度ベッドに拘束させてもらって。いや、その必要はない。俺はお前のことを受け入れることにした。ということは付き合ってくれるということですか？そういうことだ。本当ですか？ああ、俺はお前をこんな風にした責任を取るべきだと思うんだ。はい。だから俺は責任を取るべきだと思うんだ。それって私を愛してくれるってことですか？いや、責任を取って付き合うだけだけど。どういうことですか？俺は結局お前を真人間にできなかった。だったら最後まで面倒を見るのがお前を助けた俺の責任だと思うんだ。ということでお前の望み通り付き合うということだ。あれ、付き合ってくれるのに愛してくれないんですか？私のこと好きって言いましたよね？それとこれとは別だ。そもそもお前を真人間にできなかった俺にお前を愛する資格があるものだろうか。いや、ない。ありますよ、普通にありますよ。そんな筋の通っていないこと俺は認めない。頑固ですね。というわけで付き合おう。俺に責任を取らせてくれ。ダメです。そんな責任とか罪悪感とか義務みたいな感じで付き合うなんて、こんなの私の望んでいた展開じゃありません。私を愛してください。しかし。じゃあ私はまともになります。あるえ。そうしたら私のことを愛してくれますよね？
いや、もうお前はそのままでも全然。嫌です。言ってることが前と違う。それは長一さんもじゃないですか。なあ、もう、たばね、もうお前は変わらなくていいんだ。俺はありのままのお前を受け入れる。だからダメですって。私、変わります。まともになります。どうしたんだ急に。いつものお前に戻ってくれ。あれ、ここは普通喜ぶところじゃないんですか。長一さんは私がまともになることをずっと望んでいましたよね。そんなことはもういいんだ。長一さんって一つのことしか見えませんよね。人間、そう簡単に考えを変えるのは良くないと思うんだ。じゃあ次に変わるのはいつですか。10年後ぐらい。遅いですよ。何が不満なんだ。不満しかありません。責任とか義務とか、そんな愛のない関係は嫌なんです。私は愛したいし愛されたいんです。だが俺にはその資格がない。ああもう、本当に一回そうと決めたら頑固ですね。そんなこんなでしばらくして、タバネは俺から自立してお付き合いをすることになった。おまけ、丈一さん、丈一さん、どうした。スキー台って10回言ってください。スキー台かける10。すどうした、誰に泣かされた。だって大好きって言って欲しかったのに、丈一さんがかけ算使うから。ジクショー、かけ算め、許せねえ。ったく、大好きって言ってほしいならそう言えよ。言ったら言ってくれますか。言わない。うさ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 う、ごめんごめんごめん。大好き大好き大好き。